桜を見る会は、日本の内閣総理大臣が主催していた公的行事である。1952年から2019年まで、例年、八重桜が見ごろとなる4月中旬頃に、新宿御苑で開催されていた。目的を、各会において、功績、功労のあった方々を招き日頃のローを慰労する、ためとし、皇族、元皇族、各国大使等。 衆議院議長と参議院議長及び両院副議長、最高裁判所長官、国務大臣、副大臣及び大臣政務官、国会議員、認証官、事務次官等及び局長等の一部2019年10月15日、安倍内閣は内閣総理大臣が各界において、功績、功労のあった方々を招き、日頃のご苦労を慰労するとと,ともに、 親しく混談する内閣の公的行事として開催しているものであり、意義あるものと考えていると閣議決定した答弁書を公開した。新宿御苑において開催される。新宿御苑は日本桜名所100選に選定されており、65種、約1300本の桜があり、春には花見の名所として大勢の観光客で賑わう。 ソメイヨシノが見頃を迎える3月下旬から4月上旬にかけても多くの来園者を迎えるが、一般財団法人国民公園協会では、一応を、魚園の桜の代表品種として位置づけており、一応等の多品種の八重桜が見頃を迎える4月中旬から下旬を、魚園の桜のベストシーズンとしている。桜を見る会も、この時期に開催されることが多い。 開催中の時間帯は招待客のみが入園できる。開催の可否は内閣官房長官が決定し、中止になった場合も開催時間帯は招待客への開放のみ行われる。今回の主催は内閣総理大臣であるが招待客の選定は各府省庁からの意見を踏まえて内閣官房と内閣府が最終的に取りまとめる。案内状の発想は 内閣府が一括し、必ず招待客一人一人に当てて、送付を行う。参加にあたってのドレスコードは、平服となっている。桜を見る会の前身として、観王会がある。この観王会は1881年に、吹上御所で観王御縁が行われたのを前史とし、1883年から1916年までは、浜離宮。 1917年から1938年までは新宿御苑に会場を移し、いずれも国際親善を目的として皇室主催で行われていた。この間、王会を復活させる形で1952年に当時首相の吉田茂が総理大臣主催の会として始めたのが桜を見る会である。開催地は官王会と同じく新宿御苑となるが、 同園は1947年の閣議決定により、旧皇室庭園から国民公園へと変更されている。また、桜を見る会が始まった、翌年の1953年には、戦前の勘王会や勘菊会に代わる皇室主催の社交会として、園遊会が開始された。1960年は、日米安保条約をめぐる安保闘争が激化に至る、 直前の時期となっており中止された。1970年にはそれまでごくわずかであった自衛官の招待数を増やした。1995年は阪神・淡路大震災を理由として中止された。2000年には当時首相の小渕恵造が同年4月2日に脳梗塞で入院したため、同月5日には森吉郎内閣が発足した。このため、 同年の桜を見る会は後に当時首相の森が主催している。官邸サイトに掲載された当日の写真は参加者の黒服と黒傘が印象的である。2011年は東日本大震災。2012年は北朝鮮の弾道ミサイル発射への対応を理由として中止された。2019年に開催状況への議論が起こる。同年11月。 全般的な見直しを行うことと、それに伴う2020年度の開催中止が発表された。2020年6月15日、参院決算委員会では運営の見直しを求める措置要求決議を全会一致で可決した。2020年9月16日、首相の菅義偉は、2021年以降の桜を見る会を中止すると表明した。 2014年以降の招待数と支出金額の急増や招待基準の不透明さについて立憲民主党、国民民主党、共産党を中心とする野党勢力やその支持層、加えて与党自民党内からも批判が出ている。ありがとうございます。